はいどうも皆さんこんにちは、むっけんです。福岡イベントね、行ってきました。で、あのね、芝さんとね、写真いいっすかって毎回ね、ちょっと覚えててくださったみたいでね、前回のやつとかね、よくね来てくれたねっていう感じで、まあ行ったんすけど、ここでね、大会トーナメント終わった後ね、まあ先ほどの動画の続きなんですけど、終わった後にやりました、ここでしか遊べない冒険、それから感謝祭のイベントですね。皆さんももし地方大会、福岡をここ皮切りね、1000人ぐらい来たみたいですね、トータルでね。一気に1000人じゃないですけど、まあ午前中からね、一応商品ゲットしたいだけっていう人もいたみたいで、すれ違、いた人、あと声をね、僕にかけてくださった人とかね、いろんな人がいてね、そんな感じでやっていきました。で、今回ね、そのヤマピーさんとレケイさん、結構ね、スーパーライト界ではね、結構有名な乾杯勢っていうかな。まあそういういろいろ団体さんがいてね。ね、ヤマピーさんとかと一緒に組んでね、やったとこですね。最後の終わった後ね、ちょっとやりましょうか、つってね、このスーパーライトのコインを使ってね、行きました。ね、このね、菅野さんはね、ベギランフォンプラス3なんでね、おすごいっすね、つってね、みんなで言ってたんですけど、まあ僕なんかまだレベル低いっすけどね。まあ、こんな感じのボスなんですよ。普通のね、福引きで当たりそうな連中。そいつらが合体したような感じですか。で、そいつらのボスと戦う感じですね。こいつらに関しては、まあ、マジ針あるんで、まあ、普通に魔法っていうよりも物理で落としていくっていう感じで、まあ、ほんとね、いいイベントですよ。もしね、近くを、今度は大阪と、北海道だったかな。僕、大阪ね、行きたいと思います。で、北海道ちょっと遠いんでね、飛行機の乗り換えしないといけないんで、行けたら行こっかなぐらいの感じですね。まあ大阪ね、行こっかなと思うんで、よかったらね、まあ来る方タイミング合えばね、ぜひぜひ一緒にね、こんな感じで遊びましょうかね。はい、じゃあ、この試合はね、まあまあ普通にやってれば勝てるかなっていう感じですね。物理押しで、物理プラス魔法1人2人でね、いけるかなっていう感じで、なんとかね、いけましたね。ってことで今回無事ね、レアアイテム、私はゲットできなかったんですけど、レアアイテムね、ゲットできたっていうことで、このね、スタークロボだっけ、これがね、結構使えるかどうかでね、東京勢の方々いらっしゃったみたいで、ヤマピーさん279もあるんだ、レベル。はい、じゃあ、ダークアームっていうのかな、会心率アップがいいですね。はい、じゃあ、こんな感じでね、楽しかったです。はい、ではね、大阪とかね、北海道、もし行かれる方はね、参考にしていただければと思います。はい、失礼します。